きます。まあ、造血と溶血という言葉があります。造血は血を作るですね。そして溶血は血液を壊す意味を言います。血液ってやっぱ体の中に作られて壊されてっていう、こう、代謝するようなサイクルを、繰り返しているんですね。そして血液はどのように作られるのか、造血のメカニズムを、説明していきます。まあ、血液は骨の中心にある骨髄にある造血幹細胞で血を作られます。というわけで、皆さんお待たせいたしました。大人気のコーナークイズヒールド、目指せ血液の雑学をチョイスよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで全部でですね、4問のクイズをご用意しております。全問正解でハワイに行けるかも。お京さんもハワイに行けるね。はい、というわけでノースショアに来れるかもというわけで全問正解目指していただこうと思います。ではお願いいたします。1問目、はい、おやびーん。はい、1問。はい、じゃじゃん。はい、ではですね、200ml の結晶版のお値段、ハウマッチということで、今ですね、輸血は成分で分けられますよというふうに聞きましたよね。で、しかもですね、やっぱり輸血するたってただじゃありませんから、お値段がついております。これおいくらでしょうということで、赤血球はね、これ200ミリリットル牛乳1本分、だいたい8597円だそうです。はい。で、結晶が9160円。で、結晶版を飛ばしてアルブミンが5463円なんですが、結晶版、これいくらっていう、ちょっとこれ皆さんに当てていただこうかなというふうに思います。1番、7540円。2番、81262円、だいぶ値段の差ありますね。で3番、162524円ということで、カウントダウンしますのでね、これだと思うものをこう指で上げていただきたいというふうに思います。いいですか？1番2番3番決めましたね。結晶版 200ml のお値段ハウマッチ、5 4 3 2 1、はい、どうぞ。1番1番、お京さんは3番。さあ、1番1番3番という風になりました。では、清美のお姉様、ま、よろしくお願いします。はい、いきます。答えは2番の、81262円。残念でした。そうなんです、はい、高いんですね。はい、輸血が安全に投与されるために検査や輸血管理が別途4万円ほどかかります。まあ、なので総額12万1262円かかります。まあ、ですが、まあ、大体国民健康保険自己負担が 30% の場合は輸血の自己負担額は約3万6000円ほどかかります。非常に高価な治療になりますね。はい、そうですね、皆さん血自分で作ることできるのに外から入れたら3万6000円ぐらい、3割負担でねかかってるということで、ただじゃないんだよっていうね、結晶版お高いですよね。というわけで残念ながら正解者がおりませんでしたが、まだまだ諦めないで、敗者復活戦があるやもしれないよ。では2問目お願いします。はい、じゃじゃん、はい、入れて、はい、90g 結構ありますよね。こんぐらいあるよ。はい、なのでめっちゃそう、半量でもいいから作るとき、うん、むっちゃ 90g あるから、これ入れて、はい、でブレンダーにかけます。入れた、はい、これ、こんなバジル使ったことないです。ないやろ、ないと思う。こんなにないと思う。けどめちゃんこ美味しいよ。また作りたくていうか、もう自分みんなそのうち畑で自分で作るって言い始めるから。私今菜園してます。あ、いいな。間に合わなくてパックちょっと買い出したんですけど。はい、はい、はい、ベロベロベロありがとうございます。はい、というわけで完成できたー。
鳥肌立った。うん。どうですか？香りが美味しい。お肉にかけても美味しそうですね。うん、あ、美味しい。でも、チキンチキンにはね、美味しいです。ですね、あ、合うわ。チキン、白身。それ、パスタソースにもなりますか？なります。で、うん、私はあのライブで話してたんですけど、KD キッチンの方の今日はアカウントで話してたんですけど、はい、であの皆さん血液サラサラとねドロドロってどういう意味ってあのよく聞くと思うんですけど、なんかある方がね言い始めてサラサラドロドロっていうのが定着したっていう風に、ネットに書いてありましたね。で非常にでも分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、赤血球って今日しっかり学んできましたよね。こういう丸いドーナツみたいなものだよって、まあ、それがしなやかでどんな細い血管もでも柔軟にくぐり抜けていける。でそのために血液が勢いよく流れて体の隅々まで酸素や栄養素が運ばれる状態が血液サラサラでいいですよというふうに言われています。で逆にドロドロっていうのも聞いたことあると思うんですけど、まあ、血液の粘り、血液に粘りが出てきますと。で粘りが強くって血流が遅くなって酸素や栄養を運ぶ効率が下がってしまう状態みたいな、まあ、渋滞が起こってるみたいな感じですよね。はい。で、まあ、原因としては赤血球が硬い、で赤血球の濃度が濃い、で血小成分の油が多い、お魚好きやねってちょっと関西風に言ってきましたが、これの頭文字を覚えておいて積極的に取るといいですよということです。で、まあ、ちょっと具体的にねせっかくなので見ていきたいんですけど、お茶は緑茶に含まれているカテキンが強い抗酸化力。今日のヒールドいかがでしたでしょうか。じゃあちょっと感想からじゃあゆうちゃんから言ってもらおうかな。どうぞ。いやもう毎度なんていうのか、もう頭が上がらないというか、もうなんかすごいなって思います。お勉強もなんか自分だったら一人でちょっとめんどくさくて読めなくなっちゃってできないような、私にとっては理系の内容でなんかちょっとめんどくさい、わかんないってなっちゃって目閉じて、多分このままだと一生知らないで終わってたようなことを、今日は特にゴレンジャーとかに例えてフレンドリーに分かりやすく説明してもらって、でなんかいつもその後面白い楽しい楽ちんな美味しいレシピ教えてもらえて本当にありがとうございます。いやありがとうございます。これがすごいあの今日一番好きだったところが、あのお二人がこのヘアスタイルをすごい冷静に脱いで、はい、じゃあ血液の話に戻りますって言ったところがすごい自分の中で一番すごいでした。ありがとうございます、ね、はい、学びに来る理由が学びじゃないっていうね。ありがとうございます。本当に喜んでいただきとても嬉しいです。では、みつこさんいかがでしたでしょうか。はい、あのですね、前回アフターライブレッスンで自分で画面を見てお勉強したんですけども、完全に今日あのライブレッスンで受けてみて絶対的にライブレッスンの方がいいなって本当確信に近いものがありました。で、私そのアフターも今回あの申し込んでて、後でゆっくりこう落とし込みたいなと思ってるんですけども、あの本当清美さんとご主人のお話にすごいもうちょっと泣きそうになったりとかしながら今日見てたんですけども、うん、あの鉄欠乏症ずっと私患ってまして、あの爪がもうツンツルテンなんですよ。で、もうツンツルテンです。押したら痛いような状態から KD ボディ始めたんですけど、今あのまるっと3ヶ月ちょっと経って、昨日マリさんともちょっとご連絡取ったんですけども、3ヶ月だけで随分良くなってるんですよ。で、はい、でその前は1週間に3回ほど鉄剤を打ちに行ってたんです。で、3回です、打ちに行ってて、で鉄剤飲んでも吐き気がするから飲めない、で鉄剤打ってるとあの血管硬くなるじゃないですか。なのですっごい痛かったんですよ。しすぎててもう血管が硬くなってて、で病院の先生にも、まあ、食物からは取れない体だろうからって言われてたので、
こんなに改善すると思ってなくて、もうマリさん神やなって思ってた、うん、プラス、なんていうんですか、清美さんナースの立場であり、その KD の内容も全部含めてお話ししてくれて、すごく入りやすかったっていうか、すごいよく分かったので、私もすごく勉強して、それを伝えていけるようなアドバイザーに今後なれたらなと思ってますんで、でも面白い要素はやっぱりマリさんからちゃんと引き継いでますんで、犬以外にもね、いろいろとやっていこうかなと思ってます。今日本当に本当に参加してよかったです。 ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいですね。清美さん、では清美さん3回目ですが、いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さんからのこう生のフィードバックの言葉をもらうと、どんな風に伝わったのかっていうのがすごく伝わってきて、自分も含めて勉強してよかったなと思うのと、自分が持ってる知識をとか経験がこうして皆さんにとっての生活の中に少しでも役に立てるっていうのは、非常に私にとって、まあ、大げさかもしれませんが、すごく生きがいにもつながりますし、まあ、非常に嬉しいお言葉をありがとうございます。まあ、これからね、ちょっとマリさんと一緒に笑ってますね。話してんのに。真面目なことを、合わないなと思って、いいなと思って、ほんまに聞いてます、ほんまに聞いてます。ありがとうございます。はい、まあはい、これからもちょっと自分のためにも勉強したり、まあ、こうして皆さんにまたお伝えして、みんなでね、こう楽しく健康に人生を謳歌する一つのツールになればいいなと思います。ありがとう。ありがとう。よろしく。はい、まあ、というわけで、今日もですね、もうさっきはもう感想を言っていただきましたので、さっきのね、生活に落とし込むっていうところもぜひぜひ取り入れてみてですね、皆さん心身ともに健康で、何よりも幸せでいていただけたらいいかなというふうに思います。はい、というわけで、私が行き着いた絶対医療の角度大事、そしてそれを大好きな清美さんが一緒に教えてもらうっていう、こういうフィールドできて、私もすごく幸せですし、皆さんにいつも参加していただけて本当に心から感謝いたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんなんやけど、はい、またね、次回お会いできるの楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。